いらっしゃいませなんか今日は陽気ですね。そうなんですよ、ちょっとね、はい、今日誰とも喋ってなくてそれはそうやな、ちょっと嬉しくて初めて今日喋るわと思ってありがとうございます。そうそうそう、まだ来てないの？そうですね、まだ皆さん、はい、なんやん、せっかく来たのに、はい、早く来てほしいなまあどうせすぐにお越しになると思います。だよね、はい、マスターはどう最近？最近、まあ急に寒くなったんでちょっと風邪ひきましたね。寒くなったよね。寒くなりましたね、本当に。もう今も禁止な、もうこの T シャツ一枚で着たらもうブルブルブルになったわ。その格好今日はちょっと寒いですよね。ねえ、今日こんな寒くなる言ってた？いや、ちょっと天気予報とか最近見てなかったんで。いや驚き、まあまあ10月やからな。そうですよね、もう10月ですからね。もう、あ、すみません、ありがとうございます。いただきます。寒くなりましたね。ああ、どうもいらっしゃいませ。遅いやん、遅いやん。なんかもうすごい外から聞こえてましたよ、ポテンシャル高い声がポテンシャル高いなぁ思いながらやっぱあ、電話やん。すげえな、お前ちょっと出てマジいや、寒くなったね、俺一人になってもてんけ寒くなったね、ほんとに、ね、びっくりした。だからさ、今からさ、あのあれよ、はい、その、はい、もう何、ちょっと軽めのコートとかをさ、軽めのコートを出していいっていうのをさ、はい、みんなに言ってほしくない？あ、いつからあのコートとかって着ていいの？俺今日のこのジャケットすらちょっと、全然10月なんか全然いいよ。お前どこ行くねーそれはもうなんかポテンシャル高いなあいつ言ってもね、あの寒さ暑さ感じるの個人差ありますからね。そうそう、はい、でもほらなんか言、はい、私は言ってほしいわ、あの、あ、今日からコートを着ていいよっていう。まあでも中には真夏でも着てらっしゃる方もいますからね。まあね。ちなみに僕の知り合いのプロレスラーの方は未だに T シャツ1枚です寒ないんかね。もうやっぱ僕らとは全然違うんでしょうね。なんかいろんなものが多が、そうですそうです、ね、本当に自分それ放送で流れてるぐらいのレベルやで。まあまあお仕事の関係ですかね、うん、いやいやいや、すいませんすいません、電話しちゃった、もうびっくりしたわ、朝知ったらびっくりしちゃったわびっくりしちゃったの、あなたちょっとあの福山雅治が老けたみたいな髪型だった大丈夫？どういうこと？昔こんな髪型龍馬の時してたじゃないですか。やってました、やってました。じゃあそれはもう龍馬でいいじゃないですかでもこんな白髪じゃなかったあのね、うん、老けるね人は、うん、もうびっくりだ。ああ、ポテンシャル高い。ポテンシャル高いもん。今日はあれですか、皆さんそういう日なんですか。ああ、これ。どうし、行ってきた行ってきた。すごいな、ゆうゆうじ。うん、辛いけどは。なんや。いやこれ撮ってみた。お土産とかちゃうみたいな。ないあら、そうですか。いや行ってきた。行ってきたった。うわー、楽しそうね。楽しかった。会社なんか行ってられへんわ。ない。平日やのに遊んできたんや。もうね、途中までは行ったんやけどね。うん、なんかね、電車でね、会社向かってる途中にね、うん、行っちゃった。え、マジで？ああ、もうね、有給使っちゃった。その日に思い立ったってこと？ああ、もうね、もうこんな時期にもうやってられんわもう。どんな時期ですか？いや、まあまあまあ。でこれはどうしたら買ったん？いや、だからさ、行ったらね、行ったらなんかこういろんなこんな人がいっぱいおってさ、おるよね。買っちゃった。買っちゃったこれ。これいる？いる？いらんやろ。いるよ。いらんや。自分ディズニーとか行ったらディズニーの耳つけるんじゃん。ああ、そうか。それは買わなあかんのか。これはどういう手なの？クッキーモンスターに食われてるってことなの？そんなグロくて気持ち悪いね。進撃の巨人か。おかしい。だって顔が出てる場所って口じゃない。なんでやねん。そうですね、確かに後頭部からかぶりつかれてる。かぶりつかれてる上ずらってことでも本当にあの上手に食べられてるっていうのは保証があるでしょ。感じやね。ああ、そうなんや。ありますあります。いいな、保証。いやいや、ちょっとね、こういうのもつけたらこうテンショングッと上がってね、ちょっと楽しめるんちゃうかなって思って、うん、でその場で買って、その場でつけてずっともうこのままも、で今までそのまま、そうそう、もうこのままこのままね。いやー、会社行かんと遊ぶっていいね
もうなんだかね、月曜から金曜まで働いてられるかっちゅうねん。月曜から金曜まで遊んでたん？なんでやね、今日だけ今日だけ。もうびっくりした、ポテンシャル高いな。いや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 、でもね、まあ、ね、いいですよね。あれ今日休み？あ、うん。なに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 、どうしたどうした。いやいやいや、最近もマスターとね、はい、ってた。今日もほんまに一日誰ともお話にならなかった。そうそうそう、っていうか昨日も。え、昨日も、うん、どうしたどうした、やめて仕事仕事イエーイ。じゃあちょっとそれいっぱいうちからおごりで。あ、マジで。ありがとう。だからもう君、え、もともとどこで働いてたんでしたっけ。僕は一緒です、営業をやってましたけど、はい、普通のしがないね、サラリーマンしてましたよ。でも、もうやっぱり一緒よ。多分ね、この時期がダメなんかね。5月病とかやったまだしも。あれですね、ゴールデンウィーク終わりで結構いろんな方辞めるのと同じで、シルバーウィーク終わりだから。そうそうそう。あれ良くないね。シルバーウィーク良くない。僕も良くないと思った、あれ。なんか、うん、体動かんくなった。いらんよ、あんな休みいっぱい。なんであんな休みね、いい、そうなんだ。でもちょっと辞めて、さっき何にも考えてないねんけど。無職、うん、とりあえずやめようっていうね。わかる。なんでやめた？しんどかったから。しんどかった。わかる。わかるよー。そんなさ、あれよ、やめることにそんな大した理由いらんよ。あ、そう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 。休むのにも理由はいらん。そうやね。そんなみんな大層に思うけど。貯金とかしてた？貯金はもう70万ぐらい。リアルやな。いやだけど70万やったら確かにやめてもいいかな。いや、あかんよ。もういいじゃん。そんなもん下手したら1ヶ月やん。1ヶ月で70万って。使わへんけど2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月でも2、3ヶ月それで伸びて、まあ、次1ヶ月経った後就職したら次の月の終わりまでね。お前、そうや、そうや、だからお前1ヶ月やん。1ヶ月ですよ。ちなみに次どういうお仕事なさりたいとかあるんですか。そんな今仕事嫌で辞めたのにそんな考えてるわけないやん。ですね。あ、そうやそうや、はい、ユニバーさせたらよかったな。お前は行きたかったら何ぼでも行けたわ。うん、そうなんだけど大事な70万そんなとこからへつっててどうする。70万そんなに減らんやん。こんなこれ買ったとかでそんなに減らんやん。ケモンさんに食われてる場合はないの。それでもユニバー1回行ったら1万5000円ぐらい使えるからさ。あ、なかなか70万のうちのね、そらそらですからね。そらあれはなかなか、そらあかん、そんな贅沢はあかんよ。僕もゴールデンウィーク明けに行きましたけどね、結構やっぱ使っちゃいましたもんね。マジで。ユニバーって結構行くんだね、みんなね。チケット代だけでだって鼻に刺さってるぞ。え、そんなに釣る？結構すんね、あれ。え、ディズニーでもだって6000円とか7000円って言ってるのに、ユニバーの方が高いの？するする。あ、そうか、エクスプレスパスとかをほら優先的に早くアトラクション入るやつ、あんなとかをちょっと買ったりしたらすぐ1万円超えちゃう。マジで。ね、でも年間パスがあれなんだよね、3回分ぐらいで年間パスなんだよね。あ、そうですね。前は2回って言って、前は2回って言って1万9000なんぼやね今。あ、そんな、あ、そんなもんね。年パスが欲しいな。1回1回しか行ったことない。1回しか行ったことない。俺も2回ぐらい。年パスは元取られへんな。行かへんから、ね、近く住んでたらな。そうや、うん、で、今どっかが買収したよね。外国の企業が、アメリカかどっかの企業が、ユニバーを。あ、そう。そうやで。へえ。ところが買収するを言うとったね。決まったかどうかわからんけど。そうなんだ。ユニバーは日本の企業やった。ユニバーサルジャパンっていう多分法人を立ち上げてたんじゃないですかね。U.S. か。ユニバーサルスタジオジャパン。日本マクドナルドがアメリカのケンタッキーに買い取りされましたみたいなのに。あぐらいの勢いじゃないですか。マクドナルドが、そうやな、なんかでもね、業種違うんちゃうかな。あ、そうなんですか。多分そのアトラクション系のそういうやつじゃない業種が買収されちゃう。へえ。研磨業界ですか。いや、さま。あんたどこや。研磨業界どんな感じになってるんですか。研磨業界、いや、もうけど最近そんな磨いてないです。宮倉さんとか食余ってない。食磨くの、磨くの、まあ、ちょっとそういうのがいいかなと思って、営業より、う
職人？そうそう、やっぱりちょっと社長に聞いておきます。聞いておいてください。あ、営業じゃない方ね。一つのことにこう集中没頭する方で。そうそうそう、ちょっとあ、そっち系？一回やってみようかなと思って。俺はもう人間関係がほら大変じゃないですか。あ、なるほど。そうですね。あ、そうやった。今日インテックス大阪でやってたの。何を？あの大阪研磨所。大阪研磨所あったんで、見本市みたいなところがあったんで、僕は今日それで営業として行ってたんです。あ、でちょっといつもよそ行って。そうそう。ちょっと待って、大阪研磨所。研磨所。あの大阪モーターショーみたいなやつ、ね。東京研磨所、名古屋研磨所、大阪研磨所。インテックス大阪。インテックス大阪。ラオキどこでやるねん。やってみますよ。おまかいな。研磨業界なかなか大きいですね。いや、まあなかなかね。おまかいな。いろんなものを研磨したのがごっつ飾ってあるみたいなやつですよ。研磨賞。そうそうそう。県民賞みたいな。ロビンソンさんも仕事を休んで荷場に行ったことあるそうです。マジで行くよね。あ、まあけどね、平日に行く気持ちは分かるな。そう、やっぱり平日じゃないとね、楽しめへんでしょ、うん、もうね、みんなが働いてる時にサボるっていうこのね、最高、最高です、この優越感、最高。あの昼間から飲むのと同じみたいな、ね、もうそうそう、昼酒と一緒でね、そうそう、最高。電車がね、大阪から離れていくね、もう中心部から離れていく、この何やろ、達成感。大丈夫、もうすでにそこで達成感、もうなんかやったっていう、やったったやったったぞっていう、すごいね。だって途中からスヌーピーの電車乗ったもん。ヌーピー、あー、ヌーピーの、ヌーピー、今日ヌーピー、今日ヌーピーやヌーピーやね、ほんまヌーピー、ヌーピー T シャツ、あー、ヌーピー T シャツ、ヌーピー T、 ヌーピー T、 ヌーピー T、 もうあれ乗るだけで今日テンション上がった。ヌーピーってるな。ヌーピーってるやろ、来てるやろ、ヌーピーヌーピーしてる。途端にいやらしくなりましたね。大丈夫、言いたいだけやん。ヌーピーってるよ、ヌーピーってるわ、ヌーピーってますよ。もうほんまだから USJ はヌーピーがいるからいっぱい。 USJ なんだね、ヌーピーって。そうよ、そう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 、だから行きたい、グッズをいっぱい買いたい。ああ、じゃあもうヌーピーの耳だけのやつあったで。なるほど、俺あんまかぶりこいや、これはね、ヌーピーの耳だけのやつがあんの。あんねん、あんねん。だからこうつけたらヌーピーになれ。あ、すごい、なんかこういうハゲたおじさんとかにすごいかぶってほしい。言うたら落ち武者みたいな、落ち武者みたいな、なんかいい感じだ。だからそのでもさ、 USJ の現場ではこれはものすごい有効活用できますけど、離れたらさ、もういまいちちょっとどうしていいかわからんもんに変わるよね、これは。そうね、だって普段かぶ、今はかぶってるよ、うん、今はね、うん、でもほら普段さ外にかぶれないじゃないですか、さすがにこれを。確かにね、これ来て梅田の方のビジネス街とか歩けない、ね、歩けないですよ。子供やったらいいですけど、まあだからそうですね、出落ちですもんね、これ、ね、そうですよ、いや、あの出落ちや、まあ店の界隈は横の人歩いてますけど。ね、なんか変な人歩いてた。あと日本橋とかも行けんじゃないの、あのオタク街は。この界隈は平気です。他でかぶれへんわ、こんな、さすがに。なんでうちそこまで言われなあかんねん、もう。なんでうちここ、どこまで言われなあかんの、あんたらに。ちょっと待って、え、どういうこと。え、この店でかぶ、店の前からかぶってきたんじゃないの。違うよ、USJ からずっとこれ乗って、うそー、うそー、だって周りみんなヌーピーとかいっぱいおったで。ヌーピー電車の中もおった、みんなおった、だってハロウィンの時に血まみれの人がいっぱいおるのと一緒やもん。あー、いや、どうやろ。あー、その理論ね、はい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 。時期はだってな、あれ、ナンバー降りたらな、あのユニバみたいな人いっぱいおったからさ。おった、うん、あ、ほんと、ね、ユニバみたいって言ったやつ、ユニバみたいってどういうこと。キャストみたいな感じで、なんかいろんな取り合わせの人がいっぱいおった。おばちゃんちゃうの、なんか。いや、でもいいよね、こういう日があってもね。いいですよ、いいと思いますね、いいと思います、やっぱ必要ですよ、すごくいいと思いますね。何のために生きてるんやって話よ、ほんとほんと、もう。あと無職やねんやったらちょっと働かなあかんで、それ。そうやな、そうやな、どうしたらいいかな。なかなか重いテーマになったけどやな、いきなり。働いた方がええか、働いた方がええのか。あ、自由で行くのか、お前は自由で行ってしまうのかい、行けないのか、あみたいな、ね、
マジで。いやもう砂布巾的な。そうですよ、砂布巾です。ヌーピー T シャツで砂布巾、砂布巾どっちやねんみたいな、みたいなね、そんな感じです。ヌピヌピしてるよね。なんやねん。ちょっと前にあの70年代の特集本みたいな、70年代ムックみたいなやつ出てたら、なんかその人物メーカーみたいなのがあって、その中で職業ボヘミアンっていう方がいましたね。あー、いいな。ボヘミアン、それはなんなん、どういうこと。あのユキさんが歌ってたボヘミアンってやつ。ううで、ね、あ、ボヘミアンってどういう意味なの。どういう意味なんでしょうね、ボヘミアン。そういう感じ、どうなんで、ね、どういう意味、どういう意味なんか、え、ジプシーとボヘミアンは違うの。そういう感じか。一緒やよね、ボヘミアン。歌詞をあれ、つむいでボエミアンでしょ、シャウトしてるんじゃん。そこは、いやいや、ラララルラララララララ、待って待って、そこがポイントやんか。何、そこの歌詞でボヘミアンの意味がわかるんじゃないの。知らんもん、俺あそこしか知らんわ。ボエミアン、ボヘミアン、世間の習慣などを無視して放浪的な生活をする人たちです。なるほど、なるほど、なるほど。いいね。それじゃないですか。もう今日はボヘミアンですよ、彼女は。あ、今日ね。今日は、今日はね、仕事もサボって、遊んで行ったわけですから、ね、ボヘミアンかな。それだって思いっきり商業施設行ってるし。、まあ、うん、放浪ではない、ちょっと違う、ね、目的があるから。そうそうそう、バンと、だから、うん、あ、やっちゃう、もう今アコギーでも抱えてやっちゃう。アコギー、あ、今すごくアコギー似合いそうだな。そう、これ、ね、これヌーピーで、ヌーピーで、あー、釣り竿と違う、似合う、あ、釣り竿似合うね。釣り竿似合うわ、確かに。そうやろ、うん、スナウキンか、うん、まあまあ機械だ。あ、けど確かに機械だって。釣りしながら悠々自適に暮らすのはいいね。うん、まあ、そんなのができたらね、暮らせるからね。釣りは食べられますから。ああ、はい、そうか、お金なくてそれでこうキュッていければね。ちょっとでもそれ1食10のうちの食しか賄えてませんけど、食いと10か、はい、だからあとはちょっと、でも漁師はめっちゃ儲かるって言うもんね。あ、いや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 、大変よ。あ、そう、この前テレビでやってたよ、若者が今漁師になる言うて。漁師、いや、だからそれ儲かるからやって。いや、でもそのテレビの NHK 特集かなんかでやってた時はそんな儲かる感じではなかった。多分その獲物によるんじゃないですか。マグロ漁の人とかめっちゃ儲けてそうなイメージじゃないですか。大間の一本釣りとか、よう正月。それはもう一年一週間わけですよ。儲からんのちゃう。うちだから高知の方やから。うん、高知のもあかんで。ああ、そう、うん。磨いてる方がいい。磨いてる方がもうなんぼかやろ。まあ安定はするよね。磨いてる。磨いてるのすごいな。そうだから、まあモヘミアンとこう釣りをしながら食をそこで賄う。ね、自給自足、魚じゃあ自給で大きめの魚をちょっと多めに買って、うん、ブツブツ交換したらいいじゃん。そうだ、ちょっと誰かとお米交換してもらって、ね、コンビニに魚持っていくみたいな。そうだよ、まあ畑とかもね、ちょっと手伝ってもらうとかさ。そうですね、そういう、そこまで田舎の方やったら意外と慣れたり。そうですね、なんかね、いけそうじゃない。なんかすごいオーガニックな感じになってきてるね。オーガニックだね。で、まあ、電化製品とか使えなさそうですけどね、電気代をどう稼ぐ的な。うん、そうだね、はい。お米って電気なかったら炊けへん。なんかないな、火起こせやる。火起こしゃいけるよ。炭鉱水産したやろ。そうか、そうか。おい、こいつマジちゃうか。だいぶやんでるよ、ね。だいぶやんどんの。やんでませんよ、何をしたら。でも、人間の本質に気づいたってことよね。あら、何？いや、だから。ちょっと聞こうこ。いやいや、違うよ。だから、そういうね、社会のシステムに、こう、組み込まれて、毎日働いて、こう、しんどる思いせんと。うんうん、釣りをもう何やねん、おい。何やねん、おい。聞いてね、聞いてんねん。何や、目四つ。目四つあって。お前、目四つ。目四つ。もうメガネ、メガネの目四つ。俺まで巻き込まれた。俺別に素材なんかしてないのに。聞いてんねん。いやいや、だからまあそういうことですよ、ね、なんかね。なんかそういうふうな生き方を模索してもいいのではっていうことでね。あら、はいはいはい。それでも働いてられるかってなっちゃったわけ。そうよ、そうよ。今しかないのではと思ったんですよ。そう、今しか、もっと早く気づくべきだったのに。そうだね、そうだね。でもまあね、まあ、だから70万片手に。それなんか投資したら
もう日々減っていくじゃん。キャン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 、そんなんやろ。それかそのなんか自給自足の生活をするための初期投資みたいな。そうやよね。そっちの方が田舎の方にちょっとなんかあの古い民家かなんか買い取って、うん、あ太陽光発電的なやつつけて。70万ね。70万が無理でしょ。だからそれを買うためにあの一発当てねえやなんかボートとか行くの。ボートとか、ボートとか、まあね、うん、いいかもね。馬とかボートとか行っちゃう。ボートの方がいいわ。ボートの方がいい。ビギナーズラックとかやる。そうね、バチコーンって当たるの。やっぱ宝くじよりそっちかね。宝くじ70万つぎ込んでもな。なあ、無理。70万では無理だよ。ねえ、70万でも。そんなにつぎ込まな当たらんもんな、あれ。そりゃそうでしょ。70万で1億当たるんやとみんな買ってまんがな。まあそりゃそうですわな。多分2000万つぎ込んでも1億当たらへんのちゃうかな。なんか、なんかの計算でやってたらなんか1億以上かかるみたいなこと言ってたよね。やっぱりそうでしょ。そうじゃないよ、みんなやりまんが。昔なんかどっかの自治体がその住民の人に配る用の宝くじがなんか手元に余ったやつかなんかで500万当たったとかって言って、で翌年その500万を丸ごとつぎ込んで宝くじを買って、それがなんか300万ぐらいに目減りしてました。でも300万取ってんねやなって思うけどね、ちょっとね。それはまあまあ確率じゃない。500万が300万だから、なんかに一回持ってきながら、もうどれかに死なばもろともじゃ、うん、それこのままやったら減る一方やね。まあそうだね。なんかにこう、ほら今はやっぱ買うじゃないの。だって調子よかったじゃない、夏前まで。今はもう暴落してますけど。そんなちょっと落ちてきましたね。落ちてますけど、2万超えてましたからね。はい、あの株価が。全然分からへんぞこれ。そうですね、中国のバブルが弾けると同時にちょっと下げましたね。そう、今17,000円とか、はい、とかなってますけど、それまで日経株価が平均2万円超えて、うん、何十年ぶりで、うん、もうわっさわっさ言うてましたよ。お前釣りとかする気ないやろ。絶対ないよね。全然ないやん、うん、こいつ全くないやん。騙されるとこやったわ。ほんまやわ。ゼニギバゼニギバ、ほんまや。何やお前、何やねんそれ。うるさいクッキー。クッキーのせいにすんなや。じゃあだから、いやだから別に株やりたいわけじゃないですよ。それは世間一般の常識ですよ。あ、僕は下ネタになるかと思って腹が痛いわ。って言ってたら、おお、行くか行くかと思って、踏み込むか思って、来い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 って思ったけど、なんでやねん。公平もんやな。行かないですよ。もうだってそんな砂ふきんがそんな言葉使わないでしょ。砂ふきんだってセックスぐらいするでしょ。するかね、うん、まあでもあいつ B のお兄ちゃん、え、そうなの。お、わかんないです。めっちゃ飛んだよ。だよね、だよね。違う。え、どうなんでしょうね。砂ふきん、 B のお兄ちゃん、 B のお兄ちゃんじゃない。え、ほんまですか。え、ミーとできてるんじゃないの。できてないわ。え、ミーのお兄ちゃんじゃなかった。それか全然関係ない妖精か、どっちかやね。え、どっちが。ティンカーベルか。え、けどだってムーミンは妖精でしょ。ムーミンは妖精です。妖精なん。え、カバじゃないの。カバじゃないよ。妖精や。え、妖精だよ。あ、そう。砂付近だけが人間じゃなかったかな。ミー、ミー、ミー、違うんや。ミー、ミーだけが人間。ミーはなんか愛人やろ。誰の愛人よ。え、スナフキン。なんでやねん。スナフキン。じゃあやってんじゃん。だから違うって。じゃあやってんじゃん。愛人で別にスナフキン結婚もしてんのに愛人になる必要あれ言えないの。だって血がつながってないよ。そうかな。つながってないの。調べたらいいか。繋がってます。確かに兄弟だよな。兄弟のや。あ、兄弟なんや。だからちょっとなんかややこしい。そうやね、ややこしいね、ちょっと。え、何ややこしい。腹違いとかそんな。腹違い。そうだ。うん、なんやっていい。あ、ほんなやってるやん。なんやでやね、別にやんねえで、やってないし、大体。スナフキンとミー。え、シュノさんは誰とミーと。俺がミーと。え、どうやり方を教えてくれ。石黒さんまだ登場してないんです。登場してないです。あ、登場してない。なんか一回ちょっと出てたかなと思ったから。でもこれから70番持ってあの世界に飛び込むかもしれない。そうですよね。おう、スナフキンと、おう、仲間じゃねえかみたいな、ブラザーみたいな。そう、ほんまけえ。そうそう、そういうことがある。ミーみたいなやつをはべらかして。そうや。でもあの世界でミー以外女の子いるかね。ミーお姉さんいます。あ、マジで。なんでもなんで詳しいの。すごいね。で、スナフキンとじゃあ
兄弟ってこと、そのお姉さん。今見たらなんかスナフキンとミーは兄弟っていう説と、なんかおばおいっていう説があるみたいな。おばおい、はい、だからミーがおばでスナフキンがおいになる。スナフキンの方が年上ちゃうの。おばおいってなんか怖いね。まあいいや。まあだからこう親族的に結構なんかいろいろなややこしくて、ややこしいあれがあるんでしょうね。スナフキンも人間じゃない。え、嘘やん。確か死だった。うぜやん。ねね、ね、なんかね、あれムーミン谷はあれ妖精の、じゃあミーも人間じゃないってこと。人間じゃない。あ、人間じゃないの。え、うぜやん。そう、でもムーミン絶対カバーやって。いや、あれはいわゆるトロル。トロル、トロルってなんかよくゲームとかでなんか出てくる、なんかおるでしょ、モンスター。モンスターなん。まあ言うたらそれの原型になった妖精ですね。日本で言うたら赤鬼とかです。はい、ムーミンが。どういうこと。ムーミンが。バーバパパちゃん。ムーミンが。もうアニメが変わってる。バーバパパ出したらややこしいやん。バーバパパって何かほんまにほんまに分かれへんもん。だってこうウィキペディアによるとなんかムーミンのフルネームムーミントロールですよ。へえ。トロール。なんなんトロールって。どういうこと。うん、妖精なん。ドロー山田妖精とかの一種。山田赤鬼とかそういうこと。そういうこと。赤鬼あ山赤鬼山田とかそういうこと。山田なまはげみたいな、そういうこと。そういうことやな。安達塗り壁とかそういうことや、ね。まあどんどん分かんなくなってきたわ。西岡鬼太郎とかそういうことでしょ。西岡って誰。いや、そこで西岡の話されても俺も困るんやけどさ、誰って言われてもさ。いや、だから今例えじゃあさっきの山田は誰やねって話やんか。まあそうだよ、そうだよ。誰かやと思ってました。思うやけどさ、だいたい日本で言うて名字出てくる山田とか田中とか西岡っておるやんか。おるよ、おるよ、おるけど、それを誰って言われてる。シャワーボケしか言いようない。俺の知り合いの西岡さんのことを知ってた。今なんかえって聞こえたけど誰。今えって聞こえたよね、女の人の声で。何がえって。え、何怖いこと言い出した。あ、外か。怖いこと言い出した。怖い怖いもん。怖いことない。怖いことない。皆さん、味噌のビル割と階段多いんですから。いや、お前ですよ。ものすごい腰痛なりますもん。腰、うん。それは階段じゃない気がしますけど。最近さ、こういうおじさんダジャレを言うようになってきて、もう立派な大人だもん俺。え、入学とかいくつになったの。今年で39です。まだ大台乗ってないやん。もうけど、ね、乗ってない。全然ちゃうで。マジで。ほんまに。もうどんどん出てくる。ダジャーレ、ダジャーレどんどん出てくる。大人になるにつれダジャーレがもう増していくやん、うん、それあれ前言ったよね俺ここでも。言ってない。ダジャレはじゃないかもしれんね、うん、でもダジャレはあれなんよ、老化なんですよあれは。え、そうなの。そうそうらしいよ。そうだよ。へえ。あれは似たような言葉が判別できなくなって、ついポロって言葉が口から出ちゃうのよ。ボケ防止とかじゃないの。逆逆ボケてきてる証拠やね、ダジャレがいっぱい生まれるのは。へえ、ね、似たような言葉がギュンとつながって。あ、だから今ので言うと階段と階段が一緒や思って言ってもうたやん俺。そう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 、階段と登る階段と怖い話の階段が一緒や思って俺はうっかり言ってもうたやん。なんで2回言うの。大事なことやから2回言うの。2回言うの。まあだからそういうことよ。そういうなんか作用があるから、ボケなんです、あれは。老化なんです、ダジャレ。僕の友達で若い頃、もうそれこそ20歳になる前からずっとダジャレしか言わないやついましたけど。それはね、気が狂ってるんです。こらこら、年のせいじゃないです。あ、なるほど。切ってくるんやな。勉強になるな。それは、趣味よ。好き好き。もともと好きな人がいるでしょ。でも大体おじさんとかになったらさ、もう言うよ。出てくるじゃない。ダジャレを言う。ダジャレ。ダジャレ。どういうね。もう最近だもん。俺ダジャレが思いつくんやろ。そうやろ。だからそれはもう大人でしょ。ボケてきてる。ボケてきてる。大人の階段登るやつでしょ。そうそう。廊下の階段を登る。結構登りきってますね。結構最近登ったなと思ったもんな。それはええことじゃないのよ。え、そうよ。だから廊下だから。
ガビーン。ガビーンって。あれ、俺ダジャレとかよく思いつくな。天才みたいな全然あかんよね。マジ？全然あかん。俺来たーと思って。じゃあ天才とは思わないけど、俺も大人になってきたなーって。そうそう、それは思って正解。そうでしょ。うん。もう年取ってきたな。ブランデーとか飲まなあかんな思って。ブランデー飲んでるやつダジャレ言うてへんやろ大体。言うって。裕次郎とかもきっと。裕次郎が？いや焼酎とか飲んどるって。え、裕次郎が？裕次郎がダジャレ言うやつがやん。またつまこいです。クッキーやろ。クッキーやろ。クッキー。クッキー。クッキー。どういうこと？うち？クッキー頭に金玉みたいな。クッキーでも似合うな。頭に金玉ってどういうことやねん。頭に金玉ってどういうことやねん。何？二回言うねん。大事なこと二回言うねん。二回言うねん。大事なことは二回言うねん。大事ちゃうやろ。似合うわ。だって。あなた割と今頭に金玉って似合うって言われてる。3回目です今3回目いやだからそれはいいやん自分で好き好んでこれ買うてんねんからさそうやねんでもそれにしか見えへんようになってきたそうやろもうそう言われたらその子青紐から吊り下がってそれに言うお前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 何うちじゃあお前は何だいって話なんですよえこれうち感情全部乗ってきたのにすごいじゃあお前は一体何者なんだいっていう話になってきますよもうあのチブやんチブチブがに挟まれてるからもういいわかんないわかんないわかんないじゃあお前は何なんだいって何やねん何やねんこれもう何のフォルムやねんこれお前やちょっとわからん新種のけど確かにちょっと祭り感はあるよそういう意味で何がこれが奇祭というか奇祭感がつまり祭りはあのエロが基本エロ子宝に恵まれるかもしれないそうだね何そうだねビリケンみたいなどういうこともういやいいと思います似合うわすごい遅いわいやその流れで言われたらもうすごい複雑やわでも似合うこんな似合う人あんめったにいないいないと思ういないと思うチブがチブというまあチブをモチーフにした被り物がいやけど何ら恥じることはないと思うそうよ似合う人いないから主人公やもん打ったらあかんやんこれえどういうこと主人公や主人公うん何主人公主人公チブあの何でも主人公ですよ。そうだよね。そうだよ。何でも主人公。根源だもん。根源。世界の根源だもん。根源だもん。それがないとだって僕たちはもう生まれてこれ。根源って。そうですね。根やで。根です。ヒューマンだもん。ヒューマン。ヒューマン。まあそれなくなると人類滅びますからね。そうですよ。もう打ったらあかんわこういうの。買っとんねんか。買ったのに。ちなみにいくらこれは。これ3000円ぐらい。うわ。結構英語なんですね。そうで。びっくりした。さすがユニバカ。英語出るなこの人。ほうは。びっくりした。まあけどなあけどそれすんねや高いね。えじゃあ2000円か3000円したと。あそう。やるやん。ほんまや無職には考えられへん。考えられへんよその1万5000円言うたけどそんな絶対それですまへんわ。だってな耳だけのやつとか目だけのやつっていうのが。1000円ちょっとすんねんでまあ確かにこれあのねもうモケモケの感じやしまあちょっと食事するだけでもやっぱ2、3000円かかりますもんねそう高いよあまあそれはそうかいやまあそうかうわーでも行ったら買っちゃうんだねこれを買っちゃうね買っちゃうんだわマジックだなそれを買ってきて喜んでわー言って見せたら金玉呼ばれされるっていうねこれはほんまね訴えてええと思う渋谷で訴えてええと思う俺も訴えられんねんいや俺も訴えられてもしょうがないなと思うもんなごめんと思う渋呼ばわりやからな、うん、だってディズニーランド行った時うち耳買ったであれねあの崎山さんまあまあ好きねそれ系ほんまやねうんいやあのね素で行ったらきっと盛り上がられへん。こういうの形から入る。分かった。分かった。登場人物の一人になろうとしてる。クッキーの？クッキーモンスターやわしは言う。クッキーモンスターや言うてわては言う。ああ。天ヶ崎のわてはクッキーモンスターや。何回も言わんでいいねんもう。それ何やったっけ何とか何とかやーって何かあったやん何か誰かがキャラで言うの
私はなんとかなんとかやって何やったっけ何やったっけ。おー、わかんないですね。これ分かれへん。あれ嘘マジ、なんかでも、なんでそういうのあって。ジャリンコチェじゃん。あ、ジャリンコチェか。それかまあプロゴルファー猿じゃないですか。プロゴルファー猿はね、あ、俺はなんとかや、ワイワー猿や、プロゴルファー猿や。あ、そうか、そう、うん、まあまあまあ、そんな感じだね。もう今諦めたよね。諦めちゃった、ね、諦めちゃった、ね、諦めちゃった、ね、っとなんかね違うとこ掘っちゃったと思ったけど、ね、まあいい、いいや、まあいいや、まあいいよ。でも買っちゃうんだね、この。いや、行くべきやって、行ってつけるべきやわ。だから就職したらちょっと考えるわ。その70万の一部を使って行ってきや、これつけて。そう、マジです。楽しい、やっぱり。まあね、忘れ、ちょっとは忘れられる。何を何があったんや。崎山さんは一体何があったんや。崎山さん、俺なんかより全然病んでるよね。何があったんや。そうかな。だって、聞いてるとね、忘れたい何かを忘れに行ってるやないか。だって、なんで感情線はあんなに混むの。え、そこもうなんか通勤電車で乗ってたらさ、多いね。なんであの時間帯にあんだけ混むのに、ちょっと1時間ずれたら好き好きなんのとか腹立ってくるやん。まあでもそうですね。そう考えたらみんな修行時間をずらせばいいのにってことですね。そう、もうなんかこういう状態で乗んねんで、ね、で後ろに隙間あんのに、ちょっとこういう状態でここ入んなよ的なこうせめぎ合いが嫌だ。今の世の中ね、こんだけこういろいろ24時間になってきたらね、12時スタートで夜8時まで働くとかっていうのあってもいいですよね。まあね、そういう人もね、うん、みんな同じ時間にするからさ。まあ多少ずらした方がいいよね。でもほら、でもみんな遊ぶときはみんな一緒に遊びたいじゃん。ほんで遊びに行ったらまたその人らが遊びに行くから、また遊びに行く電車も混むやん。うん、でも今日は違ったね。あ、違った。私は違った。私は違った。もう大阪から離れていくからね。スキスキの電車でこう一人でこう行く。一人で行った。一人で行ってない。一人行ってないやろ。行ってない。行ってない。今一人で行ってたからすごいかわいそうになってた。ちょっと一人で行ったいかん思ったわ。一人で行った。誘ったわ。一人で行って、一人でそこかぶって、わー言って楽しんでたらもう俺。やっぱやばいよ。泣いてまうわ。ここが。大号泣やわ、俺。いやいや、いると思うよ。そういう人もいると思うけど。ね、そこまでもともとほら USJ に思い入れがあるわけではないから、まあまあね、でも一人で行く人おるよ。いや、おるよ、おるで、おるんや、そりゃおるでしょ。だってなんか一人の人のなんとかライドっていうのがあんねんね。あ、ほんま。一人で行く、多分そうやと思うねん。シングルかなんかっていうので一人で来てるからスッと入れるみたいな。ああ、ならバンド。あ、そっかそっか。そう、余分の1個が空いてるからそこを詰め込むための1人がなんかシュッていけるみたい。でもさ、90分とか120分待ちや。うわー、いや、それはちょっと大変やな。平日でも、平日でもみんな考えてること一緒やね。うちみたいなやつがいっぱいおって。え、何乗れたん。いや、ねそんなに乗られへん。まあ、そうや。ハリーポッターのあれ60分並んでて、ほんだアナウンスが流れて、安全装置が働いたから、ちょっと今ストップしてますって言って、またずっとしばらく待ってたら、またしばらくして安全装置の確認中に、もうしばらくお時間いただきます。で、またしばらくしたら、確認した結果、さらにお時間が必要となりましたので、本日の運転はって言われてさ、あら、うわ、そこまで並んでたのに1時間以上並んでんねんで。それはあかんわ。ほんで、そのあれやんか、向こうの人も悪い思うでやろな、並ばずにスッと入れるチケットを出口でお渡しするので、引き続き並んでくださいって言われる。その列のなんか一番ケツのところで、そのままね、返したら1時間も並んでるから悪いなっていうので、ほんでまたさらにそのチケットをもらうために並んでて、そんな、それもお前が配りに来いっていう話ですよね。そうほんで、ね、もう結構並んだで、ほんならもう際で
配ってるお兄ちゃんに向かって怒ってるおばちゃんとかお兄ちゃんとかいっぱいおって、おるわな、そいつらのせいでまたこれもう時間かかって対応に。ロビンソンさん一人で行ってたそうですよ、はい、いつ、ほら、前ロビンソンさんもこんなんかって基本一人いたそうです。でもね、分かる、ああいうの一人で行ってもね、うん、行った方が好きなとこ行けるやん、あ、そう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 、俺もあのドラえもんミュージアム一人で行ったし。ドラえもんミュージアム、ドラえもんミュージアムありましたね、うん、何あるのよ、あるの、東京のよ、あの神奈川県にジブリの森みたいな、そういうこと、そういうこと、え、なんかのび太の森があるの、一回天保さんにも来てませんでしたっけ、あれ、それはもうあれが来てるというよりかドラえもん店みたいなのが来てたりと思うんですけど、はいはいはい、そこはもうずっとある施設ですよ。ジブリの森美術館みたいな感じの藤子不二雄ミュージアムっていうのが神奈川県にあるんです。今もありますよ。ドラえもんの、ドラえもんっていうか、まあ藤子不二雄なんやけどね、まあドラえもんですけど、F ですね、藤子 F 不二雄ミュージアム、それ一人行きました。それはどうなの、最高に楽しかった最高に楽しかった。ああ、そう、まあ、それミュージアムとかね、美術館とかそういうのは一人で、そうだ、まあ、そうやね、そうよ、そうよ、うん、やっぱりね、なんかけど、わあ、何怖かったねとか言いたいやでしょまあそれはある、確かに、あのドラえもんのやつでもわあ面白かったねとかね、やっぱ映画とかもあるし、お単価おもろいよ、ドラえもんの時ももちろんじゃないですかグッズをバー見て、うわこれかわいいやんね、どっちがいいみたいなさ、これとこれは両方買うみたいな、そういうのもあるやん、そういうのは一人でもう延々悩むみたいな、ね、静かに、そうそうそう、行ったり来たりするみたいな感じやからさ、まあそれは一緒に行けたらね、誰かいいとは思いますけど、でも一人でも全然楽しめます。だからロビンソンさんの言うことは分かる、そうですよ、だから今度一人ずつ行こうよ、一人ずつ行くだけ行って向こうでばらけますかそれなんかアウトレット行ってるみたいな、じゃあ何時にここに集合ねみたいな、昼飯ねみたいな、それ別に一緒に行かんでええんじゃん、それかなんかあの USJ の方でね、なんか今よくある相席屋みたいなね、そういうのやってくれたらいいです。相席、相席あるね、で今だからあの女の人は全部タラで飲み食いできるんですよ。でそこにあの言うたら男が行ってこうなんかまあ言うたら出会い系ですね。そうなの、あるある。で男はその一緒に座った人の分を出すっていうこと。そうですね。はあ。新しい出会いっていうのね。でもそのさくらちゃんそのギャル。ああ桜多いかもわかんない、ね。そうでしょう。そら。まあでも。ただで飲み食いできるって言ったらそりゃ若い子とか京さん来るんじゃん。いやそんな、でも一人で来るんでしょ、それあの女の子だけで行って、まあ一人でも二人でもいいと思うんですけど、それは要は昔あった何アルバイトサロンっていうのがおっさんたちの世代はあったって聞きますよ。アルサロっつって、アルバイトサロンっつってと何あの、アルバイトでその、うん、接待する女の子がやって、うん、その別にホステスとかじゃない、ホステスじゃない、プロのホステスじゃなくてなんかアルバイトでやってはる、うん、臨時にやってはるみたいなのが、うん、一時流行ったっていうのをなんかで読みましたよ。いわゆるあのデートクラブいやそういう感じでもないんだと思う、ね、普通にお酒だけ飲む、あその場でですか、そう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 、あなるほどなるほど、うん、あったぜって、なんか千日前デパートのあれがあったじゃないですか、火事、うん、そうそう、あれで亡くなられて、あじゃあ結構前だね、あそうならしいです、へえ、うん、まあ言うてもそこまで行かなくてもなんかね、向こうでこうなんかお一人様ずつみたいなこうねこう待合室的なところがあってこうなんか集まっていきませんかみたいなね、そんな安心してくれたらちょっと面白いかもわかんないですね。まあ、もう今俺知らへん人と一緒に。いやいやいや、それやったら一人でええわ。いや、この人ちゃうな。この人一人より誰でも知らん人と出会いたい系の人や。まあだって一人旅とかって言ったら好きだもんね。うん。けど、USJ 一人はちょっと俺は無理だな。でも言う、せやなぁ、狭山遊園でギリやな、
え？狭山遊園どこやるそれ？え、そこはなんで一人で行けんの？なんとなく知ってる。もう俺今一点集中で笑いを取りに行ったから、そこの人だけ笑えばいいと思う。この人に。お隣さんですね。林さん。そう林さん。林さん常連やから、ね。林さん常連や。常連や。林さん常連や。今日は流行ってるね。今日多いよね。今日多いよ。狭山遊園なくなりましたね。狭山遊園なくなったの？何？狭山遊園駅っていう駅があったよ。え、今は何？今狭山市駅。狭山市。はあ。へえ、あ、そうなんや。ファミリーランドみたいなもんね、宝塚。そう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 。もうね、ああいうのも全部なくなっていってますからね。遊園地ってね。ないですよ。そうですね。次々なくなっていきますね。平川は頑張ってる。頑張って頑張って、めっちゃ頑張ってるよね。頑張ってますよ。なんでなんでしょうね。みんなああいうところに行かなくなったっていうことなんでしょうね。なんでないの。まあ、USJ はまあ遊園地だと思ってみんな行くってことじゃない、やっぱ。あ、そっちの方ね。乗り物もあるし。行くやったらね。あとまあまあ少子化とかで子供が減ったら。ああ、そういうことか。だってエキスポがさ、昔遊園地あったんだよって知らない子いるもんね。いや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 。エキスポランド。そうそう。まあ、あれはね、例のあの事故。そう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 よね。あ、そっか、もう。あ、そっか、それきっかけか。そうや。多分あれはエキスポランドはそうですね。まあもうあれもだいぶ前よね。そうやね。さあ知らん子がいてもそうないかな。そうですよね。僕らの時に流行った子となんてね、もう今二十歳ぐらいの頃は大体知らないですからね。まあそりゃそうでしょう、はい。アーティストとかでも僕ら的には結構常識のアーティストなんか若い子によって全然知らんって言われて、僕結構ショックを受けることがね。そうだね。そう、年取るわ。見たからみんなでダジャレを言っていく。いや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 、ダジャレを思いつかないようにするのがボケ防止ですよ。ダジャレを思いつかないようにするのがボケ防止。そう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 。あ、逆にね。難しいな。それはどうしていったらいいの。だからもう思いついてもうても思いついてない。それは違うだろっていう。全然思いついてない。あーああ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 あ。え、大事やから言う、何回も言った。思うが大事やから何回も言う。思うはいい。思うは許してもらっていいですか。思うはしゃがない。思いついちゃうんだから、うん、でも違うなこれと思ってペロンとこう、あの違うことを言わない言わない言わない。でも思いつくことそのものは大丈夫大丈夫。正直さっきから何言ってるか全然わからない。お仕事お辞めだって最近あんま会話してない。あ、そうか。そうそうそう、慣れてない。会話会話人との会話。そう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 。すっごい単純なこと言おうとしてるのに全然何も言えてないですよね、さっきからね。そうだね。そうやね、そうやね。もう分かるでしょ、ニュアンス分かってもらえるの。分かるでしょ。いや、けどそれこそボケ防止のためにちゃんと言わなあかんぞとも思うしね。そうだから思いついても言わない言わない。俺がつくことそのものがボケてきた証拠なんじゃないですか。そうなんだよね。でもまず言っちゃダメ。言っちゃダメ。まず言わない、そこから。そう、まず言っちゃダメ。言っちゃダメ。思いつくことはどうしたらいいの。どうしたらいいんだろうね。もうだって、昔前に流行ったあの脳トレとかってどうなんでしょうね。どうやろう。僕実は今やってんねん、毎日。スマホのアプリで。まあもう2、3分で終わるやつやけどね。はい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 。なかなか点下がらへんのね。え、あれなら何が出てくるの。なんかね、僕がやってるのはね、3つ4種類ぐらいあるの、うん、でそのうちの3つあのやんの、ね、毎日。それ向こうが勝手にこれをやりなさいって言ってやらはんねんか、うん、でそれ僕が一番苦手なのはね、はい、マス目があるんですよ、うん、もう30個ぐらいのマス目があるんで、そこに数字がわらわらっと書いてあるわけ、はい、でマス目が大きかったり小さかったりもするわけ、うん、で30個ぐらいバーッと数字が書いてあるんだけど、アトランダムに数字があって、その中で一番多い数字はどれやって聞かれる、うんうん、ああ、なるほどなるほど。だ9が5個ぐらいこう分散されてて、次は4が2個とか1が3個とか、もうそれも、うん、もうその時によって全然違うんだけど、うん、でそれは全体見てどの数字が多いかっていうのをこう時間がどんどん減っていくまでに答えなきゃわかんないけど、うん、それがもう強烈苦手で、俺はね、だ人によって違うんやと思うね。それがすごい得意な人もいると思う。俺はどっちかっていうと計算とかの方が得意だ、うん、
だからその頭の部位によって違うんだって、それをどこがどこ使うか、使う、そう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 。ノートでほんまにやってる。思ったやってる人には思えない。な大丈夫かなって出てくるのが多いし、なんか人は人は全然人は人はなんか、うん、半歩半歩なんかノッキングがひどいよね。ガタガタ道、ガタガタ道ばっかりで、も大丈夫つけるこれほんまにやってるこの道でと思ってずっと聞いてるんですけど、どっちにしたよ、うん、だからノートであんまり役立たない。いやでもね、それあのほらアプリお金出して買ったらもっとなんかちゃんとしたやつがあるのよ。俺そのお金出してまで買わんとただのやつやから少ないわけ。前言ってたケチケチのやつや。何ケチ？スタンプ買わへん言ってた。スタンプまだ買ってないの？買ってないやろ。貯金が70万しかないのに貯金70買ってないのか。スタンプぐらいは大丈夫やって。そんなんだってあんだけいっぱいスタンプあったら選ぶのかって大変じゃないですか。気持ち悪い、もうこればっかり。白いな。もうそうそうやで、ね、もう昨日もだからあのちょっと LINE してたらさ、あの例のやつさ、あれね。間違えた。この白いお化けのやつ、あのデフォルトで入ってるやつです。そうそう、はいはい、ほらもうデフォルトで会話的や。そう、こいなんやね、こいつしかこの白いこの初期に出てた白い無料のスタンプ、この古いやつで未だに会話するかねっていう、ね、あとあの黄色い髪のあの男の人、大塚くんね。でもあの LINE、ね、スタンプ無料のやつもありますよ。それよくね言われるんですけど、いまいち焼き方が分かってない。ひどいよ。あなたにボケ防止とかそういうなんか老化とか言われたくないわ、ね、説得力がないもん。俺がボケしてるから、ね、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、もちろんもちろん大丈夫ですけども、まあまああのまあ年相応じゃないですか。行ってきたらユニバー。なんでよ。いやなんか脳トレになるかも。ああほんまや。あでも刺激を受けるのはいいかもわかんないですね。一人で一人で。もう皆さんで行ってほしい。あんた一人で楽しい言ってたやんか。そうさっきから散々楽しい言ってたやん。いやユニバーは一人引いた方がいいからまた未知数ですよ。それはね、富士工場ミュージアムは一人行ってて楽しいんですけど、決して変わらんやん。でもねまた崎山さんと、じゃあ行きましょうよ。じゃあ崎山さん、これせっかくあんやから、もうこれ宝の持ち腐れでしょ。もうこれ持ってってかぶんの。ユニバーに行くぞ、明日はユニバだって忘れないように入れとこうってカバンにこれを入れるの。そうでしょ、だってそれ以外にこれ使う道ある。これポンポンすんな、もう痛い部分を。痛いかどうかは分からん。4つのうちの1つや、4つのうちの1つや。え、4つもあんの。あるよ。ちょっと待って、4つ、あ、そう。じゃあお前は一体何者なんだいって話なんだけど、それは分からないけどね。子孫繁栄やもん、そりゃ少子化やから。そんなんで勝ったんちゃう。クッキー、お子さん欲しい人来てくださいね。触ってみたいと思いますよ。ビリケンちゃん。お前あのタモリさんの安産のお守り。違う、モザイク入れなきゃいけんか、ここ。だからいいじゃないですか、これ今度行く時もちろん持って行くでしょ。そのために買ってるでしょこれ。うん、いや、そんな人いる。絶対持って行くよ。ディズニーランドで買った、じゃあでっかい耳を明日ディズニーランド行くし言って持ってくん。そりゃそうでしょ、だって行ったらまた違うやつなんてこと。また変わらんかんしね。それでテンション上がるかい。あでも行く段階からつけて行ったら今日これ行くんやってならないですか。あ行く段階でね。はい、電車乗る。そうそう、朝も家出るときにそれも完備で。あのね、環状線外れたらかぶれるわ。環状線外れたらかぶれる。でもそれを格好で来はったんでしょ、それずっとユニバから今日は。いや帰りはね、もう高いこのテンションがこうクールダウンなかなかできなくて。あなるほど。ほな今帰るときはどうするんですか、これ脱ぐの、つけとくの。まあこれからの心持ち次第。でも逆に今からユニバ行くぞってなったら、もう逆にそこでテンション上げるためにかぶってだ今からね、今から行くんだったらね、かぶるでしょ。行くけど、行くよ、行くさ。
かぶるでしょ、かぶるさ。それはそうでしょ、うん、そうかぶりますよ、行くときに。そうか。うん、でもあれやで、ちょっとお土産売り場とかさ見ててさ、うん、自分のかぶってるのがないねん、なんか旧タイプでちょっとブルーになれへん、あ新型出てるって思うとちょっと、うん、それはねしょうがない、それはあれでしょ、ライブやっぱ俺私旧型やそんなんあるある、旧型の金玉や思うとちょっとなんかブルーになれへん、クッキー、あクッキークッキーで、ライブとかほらアーティストのライブ行った時とかも、うん、じゃあ前のツアーの T シャツ着てたりするとちょっと肩身狭い感じ、そうそう、あ今回のツアー T も売ってる、みんな着てるわみたいな、そうそうそう、前のツアー T じゃなくて、そうそう、前のツアーの名前書いてあるんですよ、そう2012とか書いてある、ああそれはちょっとなんか何年も前やん、そう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 、ちょっとなんかこう見ちゃう、そう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 、なるやん、そうなる、まあそういうことよ、そういうことでしょ、旧タイプの金玉ってこと、そうそうそう、金玉違う、もう金玉4つってことは旧タイプって、クッキークッキー、もう次行ったら絶対クッキーは買わん、やっぱ買うんだね、クッキーか分からんけどモンスターであることは間違いないですよ、でもうんそうですね、4つもついてる、4つもついてるってことはこいつはもうモンスターですよ、はい、もうなえるわあ面白い面白い、でもねそれもね親父ギャグって言うんですよ、下ネタかぶせていいんだ、19番ホール的な感じ、そう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 、わーいいですね、洒落てるわ、いいね、洒落てるわ、そうダジャレと下ネタやからね、そうそう、ダジャレで下ネタやから、もう最低ですよ、言ったらあかんかったやつやん、そうそう言ったらあかんかったやつ、それ言ったら言ってるわ、うち言ってるわ、いや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 、よかったです、よかったですよ、まあ、いい、似合ってるまあね、似合ってますから、もう最高です、なんだこれ、もういや、だからそういうことでさ、まあでもね、今日は一日良かったですよ楽しかったね、そりゃもう、会社のことなんか忘れてしまってね遊ぶっていうのは大事なんですよ、そうですね、まあ、たまには必要ですよ、そう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 よ、だからそうですよ、だからもうそれが講じたらもう辞めますよ、会社講じて辞める、うん、もうそこがもうあれこれでいいんじゃないのかと人生、ああ会社休んでユニバーに行くってこれでいいんじゃないのかと思ったらもう会社行くも必要がなくなりますから、うん、やめます、 なんでいやいや理屈がよくわからない、だから僕あこれはすごいことだなと、どうした自分に対して、どうしたどうしたどうしたもう分からないのにボケあのボケじゃない、あのどうだからもうやめますよ、やめないよ、やめよ、だって70万も持ってないもん、お前いくら持ってるマジやこの人マジや今、皆さんもうそろそろお時間大丈夫ですか、もうやらしい話で終わってるやんもういろんな、いやいやいやもうほんまね、いやね、あの息抜きも大事ですよ、そうですよ、そうですよ、そうですよ、本当そうです、いつでも誘って、そうやね、みんなでちょっと行ってみましょう、そうよ、僕らはもう日中僕なんか全然暇ですから、そう行く、え行くときはみんな被る、被る被る被るよ、向こうでね、向こうでね、向こうで買うわけでしょ、うん、でも3000円高いな、いやこれ貸してよほんで崎山さん買ったらいいよ、あんた散々金玉言うといて、お前これいいよ別に金玉言われた何個になるんすよ2000円モンスターやですよモンスターモンスターさらにさらに、やだね、2012でもかめへんから俺もそうやね、みんなでミッキーの T シャツ着てユニバー行こう、それはあかんそれは怖すぎる、あかん、やっぱり相当なマニアさんが言い張るみたいやからね、ああいうところは、うん、怖いよ、怖いよ、そらもうで何もう時間の、そうです、大丈夫ですか、もうもう、はい、いいお時間ですけど、帰ろうか、はい、じゃあまた来ます、また来ます早く仕事見つけやもん、お前やで、宮久田さん聞いといてよ、うん、社長さん逆にユニバで働くとかどうなんですか、働くのかな、ね、いいんちゃう、いいんちゃう、なんかスナフキンっぽい人募集してますみたいなありそうな気はするわ、スナフキンなれんで、うん、本番めっちゃなりたいわ、憧れやもん、スナフキンかヌーピーにヌーピーにヌーピーにいいわ、ええわ
ええー、わそうかじゃあじゃあまた、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。ごちそうさまで。70万でちょっとどっかの見に来い。やや、いいね。絶対にとも使えない。